黒軍の旗黒軍は、ハンガリー国王、マーチャーシュコルビヌスに仕えた軍隊に与えられた、歴史上における、共通の名称である。その祖先である、初期王兵軍の中核は、マーチャーシュの父であるフニャディアーノシュの時代である1440年代、初頭に出現している。ハンガリーにおける、黒軍の年代は、 伝統的に1458年から1490年までを含む。黒軍の人間は、全期間にわたって、金で雇われた傭兵と同じように戦い、純粋に戦場の芸術に身を捧げた。この時代のほとんどのヨーロッパの傭兵は、危機の時期に、一般の住民から徴兵され、兵士は一年のほとんどを、パンや農民、レンガ職人、その他として働いた。 黒軍はこの時代に設置された傭兵の中では非常に巨大なものであり、彼らはオーストリアウィーン、モルダビアの一部を占領した。軍の中核は元来は8000から1万人の傭兵であり、後には持続的に3万人の規模に膨れ上がれ、侵略期間はその2倍となった。兵士たちは主にボヘミア人、ドイツ人、セルビア人、ドイツ人であり、 1480年以降は、ハンガリー人であった。黒軍の、各5番目の兵士は、不評部隊の中で、ひな銃を有していたが、この比率は当時では尋常ではなかった。中世の銃器は高価であったため銃兵をそれ以上、増加させることは、不可能であった。軍隊の主力は、不評、砲兵、銃器兵であった。 重機兵の機能は輝く甲冑を身にまとった不評と、砲兵を守備することであり、その一方で、他の部隊は適当に配置され、敵軍を強襲することで驚かせた。黒軍の重要な勝利の一つに、ハンガリーがオスマン帝国を撃破したブリードフィールドの戦いがある。マーチャーシュコルビヌスの死は、黒軍の終焉を意味していた。次の国王、ウラースロー二世は、 クロを維持する費用を許可しなかったからである。マーチャーシュコルビヌストーチ下における最初の年に祖父ジギスムンとフォン・ルクセンブルクの遺産としての軍隊の長母の構成を設置した。その軍の主力は貴族の連隊とミリシャポータリーによって供給されて統制される兵士であり、 この内訳は25都の濃度の地区にて貴族が、伊手隊を高めて国王に対応することが命じられたと説明されている。後にこの義務は再考され、上限は33の領地につき1人の伊手隊から、100の省エンにつき3人の伊手隊へと挙げられた。これらは濃度を有していなかったが、貴族が国家の争いの際には、 地方の伯爵として参加しなければならない領地を有していた。マーチャーシュの初期の統治下での傭兵の明確な数は示されていない。非常時の場合、実際の王には急に民衆を動員する力を有する最後の機会が存在した。各貴族は、その社会的階級に関係なく、自身の武器と共に参加することを余儀なくされ、国王の私的な衛兵の皆が、 利用可能となった。衛兵たちは何時でも召集されて15日間は戦うことが許されず、彼らの戦場での行動はハンガリー国境内に制限された。いわゆるインサレクティオは徴兵の観点から時代遅れとならざるを得なかったが、それでも1809年のロブの戦いまで効果を発揮した。その主な理由として金を払うことで貴族を参加させる。 ことが残っていたからである。しかしマーチャーシュが、その参加する数を次第に減らして、大軍の中に呼び入れたことから、英兵は、次第に黒軍の中で目立った働きのない軍団に、編入された。1459年のセゲドの方でマーチャーシュは20、の濃度を、伊て隊に加入させる基礎を復活させた。男爵のミレシアポータリーは、もはや、 地方の貴族の連帯に数えられていなかったが、白爵の軍隊に編入されて、同様に国外に送ることができた。マーチャーシュは同時に、インサレクティオ S の奉仕する期間を15日から3ヶ月に上げた。これらの努力が聞こえるにもかかわらず、黒軍が発揮される方法はいくつかの点で管理されていない。1458年にマーチャーシュは、己の競争相手に対抗して、 自己の立場を強化するために、ボヘミア国王イジーから500の騎兵を借り入れた。これは、貴族の連帯のスタレから、大金で能力を高められた兵士への転換点となった。マーチャーシュは適応する熟練兵を必要としており、そのためヤニースクラ率いるボヘミア地方からの脱走兵の軍団を選んで定住させたが、イスクラはそれ以前から、すでに北部で、 日々の略奪品を求めて略奪を働いていた。イスクラは1463年の e n ピーストリーティオブウィーンのイッシュタットで王室の王室からの特許状を確約して2つの城、スワマスとリープバ及びその兵士には25.000ドゥカスの給料が支払われた。翌年にイスクラはオスマン帝国と戦うためにボスニアに赴いた。 また1462年にマーチャーシュは自身の馬係かりに仮にベネツィア共和国が約束通りに費用を負担してくれるのならオスマン帝国に対する聖戦を始めるには8000の騎兵が必要であるとの言葉を発している最初の主要で大規模な傭兵の徴兵が現れたのはボヘミア戦争中であるがそこではマーチャーシュの親衛隊の中核となった6 0から 八千の武装した兵は黒軍に組み込まれたものである。軍隊とあだ名が混合されたことに関するいくつかの推測が起きる。現にマーチャー主指揮までに黒色、に期する言及は記録されていない。黒軍に関しては、マーチャー死没後に給料が払われなかった悪名高き、軍隊の暫兵がすでに国境地帯の村を、すでに略奪した時に書かれた覚書から、 わずかに紹介されているだけである。宿にへの文に服す印として、自身の肩に黒い筋を身にまとっていたという一つの推論が提示される。イタリアの中世の歴史家であるボンフォニーが唯一、屈強な熟練兵が隊列を組んでいたという言葉を用いただけである。他の推測は、黒軍の著名な指揮官である、フランチーシェック・ハグの黒い胸当てにちなんで名付けられたというものである。 三番目の推測は、黒軍が別の指揮官である、ジョン・ハウギツの黒の形容詞から採用したというものである。信頼に足りる言及では、マーチャーシュの軍隊が任務についているときは、黒軍という名は存在しなかった。ヤンイスクラを除く幾人かの名声を得た軍団の、超の絶え間ない偉人は、今日では。 ドラキュラ伯爵のあだ名で広く知られている悪名高き、ブラド・ツェペシュの元にまで及んだ。他の注目に値する、軍団長に、マーチャーシュの後継者であるウラースロー二世が、介入された、黒軍の不平不満分子の残党を解体するのを、助けた、EN、PL ・キネズシーがいる。マーチャーシュの収入が、定期的かつ周期的に増えたことから、傭兵の数も同じく増大した。 歴史上の記録では、傭兵が主としていつ、軍団となったかは異なる。なぜならば、相次ぐ戦争で傭兵の形態が変わり、大部分の兵士は単に戦闘や長きにわたる、逃走中に雇われるだけとなった。貴族の連隊、傭兵、モルダビアとシレジアを征服した、兵士、同盟していたモルダビアとワラキアの軍隊の数を、数えると、 国王は9万位にも及ぶ巨大な軍隊を集めることができた。貴族が戦場に参加することは、その支援が後に金で埋め合わすことができるまで無視された。都市もまた、仮に熟練校を提供し軍隊の装備を生産するのなら、戦闘税を払うことから解放された。マーチャーシュは、税の基盤を領地から家庭に変え、時には、 戦時中での2年に1回に、大勢を集めることで農民の税を次第に増やしていった。風信国の部税、西方からの寄付、地方の貴族の戦闘税、十分の一税、都市の税を換算するとマーチャーュの都市の収入は65万、フローリンに達したが、他方、その宿敵である規模が強大なオスマン帝国の方は180万、フローリンであった。 一般的な革新を比較すると歴史家は10年間及んだマーチャーシュ統治下の絶頂期であった幸運な年のサイクルできる事実上の合計した金額は80万フローリンほどであったが財政の境界が100万フローリンを超えることは決してなく以前と同じく共通した数を受け取ったと推測する1467年にマーチャーシュは 税金の蓄積を容易にして支払いやすくするために中身が上質の銀で重さが半グラムと改良されたディナールを導入することで貨幣システムを改革した。マーチャーシュは同時に金の1フローリンは銀の100ディナールに等しいという割合を再制定させそれがうまく安定したことから16世紀半ばまで維持された。軍団は以下の3つに分けられた。 騎兵は馬一刀につき三フローリンを受け取り、盾隊は二重の金を受け取り、後に大部分が、チェコ人、ドイツ人、ポーランド人からなることになる弓隊、警府票、従兵は皆ことなる金額が支払われた。中世の下記はあまりにも高価であったため、マーチャー主は、戦闘を高めるフス派の戦術、守備に基盤を置くもので、不評を、入馬者ないし高い大立ての背後に配置して、 その一方で、騎兵は一貫して、敵を奇襲して、中央をお守備するというものを好み、弓隊は、火打ち石獣兵のために配置され後に、戦闘のごく初期に共に参戦した。トランシルバニアの地方のいて、特に、ブラショフ出身のによる銃砲の生産は役に立ち。これらに分類される不評は、ハンガリー人が、主導権を握ることで安くなった。 河川艦隊は、木製のガレー船、ボート、小さな船からなり、これらの艦隊は、ドナウ川、ティサ川、サバ川を航行することができた。1456年のベオグラードの勝利では、艦隊が、オスマン軍による川の封鎖を破壊して、町の包囲を解くという明白な役割を果たしたことは、その重要性を示し、艦隊の意義の認識させる始まりの前兆となった。 ベオグラードの勝利はマーチャーュにより強大で優れた装備を身につけた艦隊を創立させる励みとなった。艦隊の構成員は主にセルビア人やクロアチア人といった南スラブ人であり、主に指揮を取った主要な二つの港がベオグラードとサバスであった。1475年にヤホーが導入されたことから、 マーチャーシュは砲撃の際に砲弾が100から200ポンドの範囲で命中できるようにするために平底船に大砲を設置することを命じた。1479年にはマーチャーシュは360艘の混合した艦隊2600人の水兵、船内での行動可能な1万人の兵士を有していた。マーチャーシュはまたアドリア海の出口を確保し、 セニの港町からは、バラージュ・マタイアスが、自身の海軍による遠征に乗り組むことができた、シタリフェナイバッシー1990。マーチャー氏はまた、ドナウ川のデルタ地帯から、黒海のキリアに至る通称を監督することができたが、当地期間中は通称は、オスマン海軍の支援を受けたモルダビア軍に、掌握されていた。定期的にあるいは時折に新兵に支払うことが不利で、 あることは、仮にその金が、約束通りに届いていなかったとしたら、新兵は単に、戦場を去るか、最悪の場合は、反乱を起こすことであり、実際に何件か起きている。新兵が以前に、国王の下で戦っていたカリスマ的な指揮官の、指揮下で軍人としての能力を身につけていったが、黒軍と同じように敵を排するのは、困難を伴った。しかしながら新兵は、 数では、勝っていたことから遠征の際には、側面内視は分割して配置された。より容易な解決策は指揮官が配慮した、いくつかの土地や城を抵当に入れて軍役に戻ることであった。その例として1481年に300人の、騎兵が敵対していた神聖ローマ帝国軍に、加わるという集団脱走が起きている。最も記憶に残る。 反乱の一つに1465年にマーチャー主がスラボニアでオスマン帝国を破った際に共に従軍したヤン・スベラ指導家のものがある。しかし反乱軍がザグレブに接近した時スベラは自らの傭兵軍の財政的困難から王の許可を得て公的に攻撃を中止することを求めた。その案は拒否され結果スベラと その指揮官は王旗を掲げた連隊と共に去った。イジーは反乱軍によるニトラのカマタタスへの侵略とコジェテレニの要塞を占拠するのを密かに支援した。軍の平均的な人物は以前にポジェブラドや神聖ローマ皇帝フリードリヒ三世に仕えていたチェコやモラビアの職業軍人であった。義勇軍を除き、そこにはフス派の信徒や 報酬の代わりに略奪を好むモラビアの悪党であるゼブラクスを含む避難所の探索としての宗教的な仲がたいが見受けられた。スベラは巧みに守備された要塞を設置してジャリッグ・リッチ・テンベルガーとバタを白領のカメゼズとして任命した。要塞と住民がたどる道は ENVH やニトラの谷からオーストリア東部までに至る。 影響下に囲まれた範囲中を有していた。マーチャーシュはその脅威を悟り、自身の上知の二人の指揮官であった、ステファン・ザポリアと、レイディスロス・ポッドマン・エクスキー・にコジェテレニの包囲を命じた。マーチャーシュは、スラボニアから戻ると包囲に加わった。わずかな機会の間、マーチャーシュが、フリードリヒ三世と共同したという注目すべき記述がある。 これらの連隊の殲滅を支援するために、フリードリヒ3世は、ウルリヒフォン・グレイフネック指揮下の重装備の軍隊を派遣した。ブラチスラバンに到着するとグレイフネックは、騎士、ゲオルク・パテンドルファーによって600の十字軍機兵と、共に補充された。この総勢8000から1万人に達した兵士が1467年1月1日に、 いくばかの地味な要塞化をした後に攻撃を開始した。経験豊富な黒軍の将校が務める前衛兵は、かつての自身の仲間たちに対抗する形で存在していた。そこにはハンガリー宮中博ミハヨージア、ヤンイスクラ、ヤンハウギツ、バラージュマジャール、ピエル、キメズシー、マクバの大衆ニッケルース・ジェロキおよびボスニア、クロアチア、ダルマチアの大衆、 ピーターソビが含まれており、その大部分が後の攻撃で死んだ。包囲が開始される前にマーチャーシュは、スベラに対して無条件で土地を引き返すことと引き換えに自分に再び使える機会があること申し出た。拒絶されたるとマーチャーシュは直ちに包囲を開始して、厳しい冬の季節であるにもかかわらず家宝の方向を切らせた。スベラとその二千五百の兵士は、 優勢な包囲軍に対して抵抗したが、時が経つにつれて、食料不足は頂点に達し、脱出しようとした全ての試みが失敗したことから、マーチャーシュに対して、上記の降伏拒否に対する報復を伴う形で、降伏することを決めた。三週間後スベラは、水路を介した後部から逃れている間に、全面からの脱出を試みる素振りを見せた。 その心理的弱さと力尽きた2000の側近の不評は、包囲軍から逃れようと試みたが迅速かつ安全に、逃れられる余裕はなかった。バラージュ・マジャールと PL ・キネズシーは、キャッシュティスの要塞で追いつて激突した。反乱軍の大部分が死に、わずかに250人が捕らえられただけである。スベラは、再び捕虜になることから逃れられたが、 戦うにはあまりにも老いるまで農民によって保護された。マーチャーシュは生き残っていた100人の捕虜の中から一組ずつに、対して、公主刑を宣告した。これは、今まで記録された中で、マーチャーシュの最も残忍な報復である。処刑が執行されることとなった1467年1月31日に、守備軍は慈悲を求めて認められた。また、 マーチャーシュの土量の大きさを示す例として、コジェトレニを落とした後に黒軍で統率力を磨いた、抵抗軍の将校であるフランティシェック・ハグを雇ったことがある。その他の事例では1474年にフランティシェック・ハグは、給料不足を理由に反乱を起こしたが、流血を伴うことなく集結し、マーチャーシュが死ぬまでその下で仕えていた。世紀の絶頂期には、 重機兵はすでに絶頂期を迎えていたが長落の傾向を示していた。打撃力と支援抜きでの突撃する能力は重機兵をほとんどの戦場で決定的な結果をもたらす可能性があった。重機兵は自ら展開することは滅多になかったが仮に展開するとするならばそれは四角い陣形であった。 1479年のブレッドフィールドでターニングポイントが起きた。大概、重機兵は1から6の軍隊と騎士の傭兵からなっており、主力軍であった。その装備は、貴族の連隊を除けば、良質のものが準備され、質も高かった。装備の所持は個々によるものではなく、国王から対応されたものである。武器長剣の部分。 伝統的なユサールはマーチャー種によって紹介され、以後、景気兵は、フーサルと呼ばれるようになるが、その名前は、貴族は所有する20人の濃度を高められた、兵種として用意しなければならないという草案計画の、記述の HSZ に由来する。1397年のティモソーラの会議の後に、景気兵は分離された軍隊として創立された。景気兵は、 黒軍内の順位で2番目に位置付けられ、次第にエリート部隊とみなされるに至った。軽機兵は、モルダビア人、トランシルバニア人及び貧弱な武器を有していたが、次第に、良質の弓機兵とみなされるようになる最初、濃度といった明白にボートの集団であるミリシア、ポータリーから召集された。軽機兵は指揮官の下で25リットルのグループが分けられた。 軽機兵の戦場での働きは、偵察、安全の確保、徘徊、敵の前線の切断、格乱がある。軽機兵は、同時に、強力な中央部の重機兵に対する予備の、側面攻撃への作戦行動の任務についた。武器ヘルメット、くさび片らの上着、サーベル、丸い小立て、槍、投げる時の斧及びとパーズ。不評の重要性は低かったが、 軍の保全を保つ安定した基礎が形付けられた。不評は、様々な民族が混在し、重不評、盾兵、軽不評、重兵からなっていた。不評の特徴は、金属板と、くさび片びらの甲冑の結合を含み、大盾を含んでいた。後に、敵の攻撃を掌握する、動きやすいフスの様式であるターボルで背後から、 攻撃する整列した不評を覆うという複数の目的のために使われた。武器弓、クロスボウ、ひなわ銃を含む様々な遠隔武器、ハルバード、パイク、オールパイクといった近接武器の全種投石、フレイルのようなフス派、農民の武器、モーニングスター、斧、古典的な剣やサーベルのような携帯武器。色ごろによる遠征の識別。 J-Block is a distinctive historical and military term, deriving from the same Czech word meaning beggar, it refers to Czech booty, hunters ravaging the northern regions of Hungary in the 15th century h a t baby Matthias I was, proclaimed king by the s t a t e s but he had two ages a r against, Frederick III, holy Roman Emperor who claimed, ザスローンフォーヒムセルフ、セベラルマグネーツ、サッチアズザウジェロキファミリー、ザガライファミリーザセントギュルギーファミリー、サポーテッドザエンペラーズクレームプロクレームド、ヒムキングアゲンストキングマタイアス、ザエンペラーリワーデッドザブラザーズシギズモンドジョンオブセントギュルギーバザンウィズザゲレダタリー、ノーブルタイトルカウントオブザホーリーロマンエンパイアー、インセン459。 and they thus were entitled to use red sealing, wax, although the counts singularly commenced, using their title in their d e e s in the kingdom of Hungary, public law, did not distinguish them from other nobles, the title t u r n d when they were pleased by Matthias, promises, changed their affiliation and joined forces with him, the second battle thus was successful in defending the, Hungarian Crown and the Integrity of the Nobility, the precise location of the battle is unknown since the historical records only guess where it could have, situated, Matthias, Attack followed a, Paper, Call for Crusade against the Heretic check.King, H.E. was promised that, Frederick 3 would join, but it remained. オーラルエイド、ザ・デフィート・アット・バイル・モブ・ハップンド・ツー・ビー、エーサレンダー・バイ、マタヤス・ウィズ・アウト・アクチュアル・バトル・デュー・ツー・ヒム・ロングリー、チュージング・ザ・バトル・グラウンド、HE ・ワズ・イージリー・イン・サークルド・バイ、ジョージ・オブ・ポディ・ブラード、アンド・アズ・レフト・ウィズ・ノ・オプション・バット・ツー・セット・アン、アグリーメント、ゼイ・メット・イン、エイ・コ・テージ・イン・ウラウフ・ウェア・ゼー・セトルド・ザ、 コンフリクトアンダーザタームスバイウィッチマタイアスウッドヘルプジョージズコロネーションビーアクナレジドバイポープポールツーファーザーモアザサクセションオブザチェッククラウンワズセットビトウィーンザツーキングズウィズジョージルーリングアンティルヒズデスアンドマタイアスインヘリティングザスローンアフターワーズマタイアスワズセットフリーインザカウンターパートゾイヒーアブリゲーテッドザディールバイコロネーティング ヒムセルフ・キング・オブ・ボヘミア・ショートリー・アフター、セベラル・ソース・ディファ・ウェザー、ACG、スパース・ファイティングス、終わりトリート・コーズド・バイ・ファミン・オカード、デューリング・ザ・ポーリッシュ、ハンガリアン・コンフリクト、コーズド・アンド・フォロード、バイア・インターナル・リボルト・オブ・ハンガリアン・ノーブルズ・アンド、レリージェス・リーダーズ・レッド・バイ・アムス・パナニウス、ヤーノ・シュビテズ、アンド・エンリック・ザ・ポリア、カジミル・フォー・オブ・ポーランド・ワズ・インバイテッド、 アンドサポーテッドバイザーリベリング、ノーブルズソーヒーステップトイン,アンドセントヒズさんカジミールアズ、エイプリテンダーツーザハンガリアンスローン、H イワズプロミストハンガリアンリンフォースメントアズザ、ノーブルズワーツージョインヒムウェンヒクロストザボーダー、H イレッドヒズアーミーオブ12.000メントゥワーズカッサウェアヒーワズ、アバウトツーテイクザシティーウィズアウトレジスタンス、ミインホワイル、 Matthias was able to settle his dispute with the, revering factions and convinced, them to take his side, the parties agreed and so did the polia along with, nickels chiuppa demosro, who stopped the approaching polish invasion from, attempting to besiege, カッサバイ taking the city before him and fortifying, themselvus in, the prince stand to nitra, Instead and occupied it. Matthias arrived.The Azuli Barreto the city with his army of 16.000 mercenaries and bandoliers.From this point on, the events are unclear.How at is sure is that Kazimir retreated with one.Escort Cavalry and the rest of the Polish main forces are released.Shortly after, contemporary historians, presentations differ. On the causes of the outcome, Italian historian Antonio Bonfoni commissioned by, Matthias refers to it as being, A siege, which resulted in heavy, loss for the besieged due to famine for the first wave, H.E. states that the second wave of Paul's was, slaughtered by peasants and citizens, while marching home, while the prince Fred days before, アフターミーティングマタイアスハドビーンスペアード、バイヒムハンガリアン、ヨハネスでサーロックスアグリーズホワイルアディングザット、A カウンターアタックフォロードザイベンツウェアハンガリアンズ、アタックドザカウンティーズオブゼンプレーンサロス、スティルアンダーポーリッシュポゼッションドローブゼムアウト、アンドイントリューデッド、イントゥー、ポーランドアズウェプラウリング、 ホワイル・ポーリッシュ・ヒストリアン・ヤン・ダラゴス・アーギューズ・ザット・ザ・インカージョン・ハップンド・アポニ・インビテーション・アンド・ザット・ノース・テート・オブ・ウォー・ケーム・イント・ゥイクジスタンス・ HE ・リコールズ・ザ・ノビリティ・ S ・アクションズ・アズ・ビトレイアル・アンド・カジミール・ S ・ステップス・アズ・エド・オアサム・ソート・オブ・ヘルプ・フォー・ザ・カウンツ・オブ・ハンガリー・ HE ・オルソー・クエスチョンズ・ザ・サーカム・スタンス・オブ・ザ・リトリート・クレーミング・イット・ワズ A Peaceful Return After, Cajumir 4 Met with the Pope 6thus 4s, Emissary in Crack of Interbind and Argid, The Maintenance of Peace, Base Door upon the Aforementioned, The Calls of Retreat Might Be, On February 7th, 1474ミハグルアリベイ S.I.Expected Attack took the town by storm, Ahead of His 7000 Horseman, He broke, スルイッツ・ドン・フェンセズ・アンド・ピレジド・ザ・タウン、バーンド・ザ・ハウジズ・アンド・トック・ザ・ポピュレーション・アズ・プリーズナーズ・ゼア、ゴール・アズ・ツール・オブ・ザ・トレジャリー・オブ・ザ・エピスコ・パッドバット・ア・レジステッド・バイザ・レフュージーズ・アンド・クロルギー、イン・ザ・ビショップ、エス・キャッスル、ザ・タウン・フェルバット・ザ・キャッスル・スクード、フォーシング・ザ・タークス・ツギブ、アップ・ザ・ファイト・アフター・ワン・デイデー・オブ・シージ、ホワイル・リトリーティング、 セイデバステーティットザサラウンディングアリアーズ。ありがとうございます。